水道、ガス、電気、地下鉄など大都会の動脈を作る工事がいつもどこかで行われています。昼も夜も、それは私たちが見慣れている風景だが、安心してはいけません。侵略者は私たちの心の隙を狙って何を企むかわからないのです。第六管区パトロール完了、ただいまより起動します。了解。どうしたんだよ。あの音は勝ったの音じゃないか。工事中なんだよ。勝った妙だ。あれは普通のカッターじゃない。アスファルトを切断し地底深く掘り下げている特殊なマシンの音だ。よし行ってみよう。質問したいことがある。おい、君。お、あ、だ、だめ。で緊急事件発生。ポインターにいきなり発砲する謎の車あり、ただいま追跡中。車種中型マイクロバス。了解、追跡続行せよ。何者でしょう。くそ、こっちを巻こうって作戦だな。やりますか市長。よし、対応狙え。ポインターごと蒸発したというショッキングな知らせを受けたウルトラ警備隊はシークレットハイウェイナンバー3を通って現場に急行した。ご苦労さん。現場はここですか。その辺なんですが、はっきりしたことは何とも言えません。ただ車が2台と人間が3人、私の目の前で蒸発してしまったんです。何か手がかりがつかめるかもしれない。調べてくれ。はあ、本部に何か連絡が入ってないか。はい。フラッシュ、気をつけろ。本部応答願います。隊長、多量に放射能が検出され、やはりこの一角は妙ですね。あ、危険です。さて。隊長、問題の車がポインターを誘導するために発砲したんでは。そんな気がする。すると、弾と素が計画的に消された。何者の仕業でしょう。どうやら一腹ありそうだな。場所は第六管区。よし、わかった。
天井、一緒に来い。はっ。隊長、人間や車を消すことならちょっとした魔術団でもやれますが、巨大なビルがしかも一区画全部消えてなくなるなんて想像もできませんね。恐るべき敵だ。ダンと曽我を消した奴と同じ犯人だとすれば、二人はきっと何か連絡を、うん、生きていればのことだもんな。生きてます。きっとどっかにいます。お、なんだ。くたびれてんだよ。でっかいビルを乗っけて、やれ地下鉄だ下水管だって年がら年中ほじくり返されてんだ。人間ならとうの昔に俺は死んじまっただってとこだな。川は干からびてしまう、並木は枯れてしまう。これじゃ町だって蒸発したろうって気になるね。竹中さんも見えてますか。お2階のロビーです。あ、参謀、急に呼び出したりして何ですか。ユタ花村っていう女性を知ってるか。ええ、いつかテレビで。非常に優れた霊媒ですって。うん、霊媒が何か。うん、ウルトラ警備隊に会見を申し込んできたんだ。会見だったら何も参謀自ら。まあ最後まで聞け。会見の内容が今度のビル蒸発事件だって言うんだ。だとしたらこっちから出かけていくのが礼儀だろう。しかし霊媒と蒸発事件とどういう関係があるんですかね。まあ来ればわかるさ。地球防衛軍の竹中です。我々は太陽系からそう遠くない星から来たものだ。一時的な宇宙乱流を避けるために。何？しばらくの間地球の住人となる。我々は今日住むためのビルを頂戴した。そして自分たちの居住区を決めた。私たちが無断でやったのは相談をしている余裕はないから。我々の居住区に近づくな。約束を守るなら君たちの仲間は返してやる。ダンとソガ隊は無事なのね。安心せよ。だが我々の邪魔をすれば二人の命は保証しない。それじゃ人質というわけか。そうだ、下手に手を出したら諸君にとってもためにならない。一つだけ聞きたい。君たちの居住区に指定した場所はどこだ。もし本当に一時的な滞在なら地球防衛軍は邪魔をしない。約束してもいい。君たちの居住区はどこだ。
ワイ、ユタ花村を通じて語られた宇宙人の言葉を手がかりに、ウルトラ警備隊は宇宙人居住区を捜索することになった。いいな。あ、空と地上からの両面作戦で、天城は私でホークと上空から、フラッシュアンヌはポインターと三沢方面を。はい。蒸発都市を発見しても行動は十分慎んでほしい。あの言葉は単なる脅かしとは思えん。目的は諸星曽我の両隊を村受けることだ。いいな。はい。1時間が過ぎ、やがて2時間が過ぎた。だがまだ何の連絡もない。本部よりホーク1号へ。こちらホーク1号、どうぞ。捜索の状況を知らせよ。ただいま稲山山脈上空を通過中。ホークのスピードを落とし、予定のコースを数度往復。宇宙人居住区は未だ発見できず。ホーク1号よりポインターへ。はい、こちらポインター。一体の様子はどうだ。現在のところ全く異常ありません。よし、捜索を続行せよ。了解。はい。デタラメだと思うんだ。ビル街なんてどこにも見当たらんじゃないか。これ以上探したって無駄だよ。一休みしたら基地へ帰ろう。ずいぶん冷たいのね。うん、よく冷えてんだろ。コーラじゃないわ。拉致された二人の気持ちも知らないで、よくこんなものが飲めるわね。宇宙人がいるのかしら。そんな気配もない。あ、人がいるわ。おい、アンヌ、散歩の注意忘れたか。近づくと何が起こるか。でも、おい、アンヌ。おい、君たち、に運ばれたんだわ。失神して硬直してるんだ。うん、ダンと曽我隊員も。よし、手分けして探そう。僕は向こう行く。君はこっち。
もしもし、こちら作戦室。参謀、お電話です。竹中ですが。竹中参謀、ウルトラ警備隊は我々を裏切った。君の部下が約束を破ったのだ。竹中参謀、我々はウルトラセブンを味方に引き入れた。すべては我々の自由だ。我々はこれから行動を開始する。おい、行動を開始とはどういうことだ。死ねつぶすんだ。
隊長、気がついたか。隊長、無事でよかった。セブンを操っていたやつを倒しましたから、もう大丈夫です。あのふわふわした白い物体は何でも変身できる宇宙生命だったんですよ。ビル内をここへ運んだのも奴らだったんだな。蒸発都市事件はこうして終わりを告げ、市民を恐怖のどん底から救いました。でもこうして平野の中に立ったビル街を見ると、美しい田園都市に見えました。ビルに心があれば、あのゴミゴミした過密都市に帰るよりこの方がいいと思うかもしれません。